大手スナック菓子メーカーの株式会社小池屋が海津市の駒野工業団地に新しい工場を建設することになりました。3月27日、企業立地協定の締結式が県庁で行われ、株式会社小池屋の小池隆会長と海津市の横川真澄市長、立ち会い人として古田知事が出席しました。協定では、雇用の創出や地元企業の活用などを通じて、地域の発展のために小池屋と海津市が相互に協力することなどを定めています。小池会長は、ご縁があって最新鋭の工場を海津市に作ることになりました。地域に貢献し、喜んでいただける施設にしたいと話しました。横川市長は、市にとって大きな誇りです。今後の地域経済の活性化の力強い一歩になると確信していますと喜びを語りました。古田知事は、東海環状自動車道の完成が見えてきており、県では工場用地の開発や企業誘致を積極的に進めています。工場建設が円滑に進むよう、県も最大限のお手伝いをさせていただきますと話しました。新しい工場は来年8月に稼働する予定で、オリジナルのポテトチップス作りを体験できる見学施設が併設されるということです。